朝6時の静波海岸です。ほぼ毎日ここでサーフィンを練習している人たちがいます。これが終わったら仕事に向かいます。元気この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。焼津市から四時起きでやってきた石井忍さんです。3メートルくらいロングボードになります。普通のサーフィンの板と比べると長さがこれだけ違います。この日はロングボード向けの緩い波でした。日本サーフィン連盟ロングボードの部で石井さんは2021年ランキング暫定1位です。ロングボードはゆったり波に乗りボードの上を歩くのが技の一つです。ほぼ毎日一緒に海に入る仲間、サーフィンの選手たちです。とにかく毎日海に入って頑張ってリハーサルだなと思ってみんなに感謝してます。そうですよね。すごいガッツがあってすごいギャップがあってすごい可愛い方です、はい、そうですね。やっぱり自然と体全体で感じられるところが一番好きです。今は7時半じゃないですか。はい。これからどうされるんですか。これから家に帰って支度をして仕事に行きます朝10時から夕方5時まで静岡市の銀行で働いています。パートからスポーツ&アート採用となり、練習時間や試合を仕事として認めてもらえるようになりました。石井さんは広報も担当しスポーツ活動を発信、牧之原市にできた人工サーフィン施設も紹介しました。石井さんが大会とか時間が遅れるときは他の窓口の方が非常にこうサポートもしていただけますし、そういった意味でもいい感じで雰囲気も良くなっているとは思います。サーフィンは今までただ楽しくずっと続けてきたんですけど、で結果がついてきて、でそれを銀行が認めてくれて今仕事とサーフィン両立をさせていただいてすごくありがたく思っています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。